それではただいまから首相定例記者会見を始めさせていただきます。首相よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は発表案件は4件で、1つ目が6月の補正予算、それから2つ目が住民票等のコンビニサービス促進と市民差別コーナーの今後の在り方、3番目が PFAS の問題、4番目が持続商品券ということになります。まず6月の補正予算についてです。資料いろいろありますけれども、資料の 1-1 令和6年度6月補正予算案についてという資料で説明をいたします。こちらにありますように6月補正予算の全体規模は56億4322万円になります。で、一般会計が54億円ですね。中身ですけれども、地域経済の活性化で30億6900万となっていますが、この中で一番大きいのは静岡市の土地等利活用推進公社出資金になります。で、これについてはですね、今年度中に、設立予定をしておりました。正確に言うと、来年の4月の設立に予定をしておりましたが、これは緊急に急いでやらないといけないということで前倒しをしてですね、今年の8月に設置をすることにしました。で、この内容についてまず詳しくご説明をしたいと思います。で、これは土地等をですね、新しく土地あれを活用していく法人を作っていくわけですけれども、その背景をまずしっかりご説明をしておきたいと思います。で、資料の中盤以下に書いてますけれども、現状と課題ということで、農業分野とそれから産業分野でどういう課題があるのかということをまず明確にしたいと思います。で、農業分野の課題ですね。で、これはですね、静岡市の農業従事者ですが高齢化が進んでます。そして、就業人口も減っています。で、2005年と、これ2020年の比較になりますけども、15年間で半減をしているという状況です。それから市内の農地面積ですけども、これが実は問題で、この農地面積と耕作面積ですが、耕地面積ですが、農地面積の減りはそれほどでもないんですけど、耕地面積の減り具合が大きいと。これは農業の就業人口が減っているということと大きく影響していると思います。ちょっと資料を先に、もうちょっと先ですね。図表を出してください。これですね。これをちょっと見ていただくとですね、この、ごめんなさいね。はい。そうですね。これ市内の農地面積がどのくらいあるかということですけども、ヘクタール単位になってます。100メートルかける100メートルが1ヘクタールですので、その大きさをイメージをしていただいて、大体その1万ヘクタールぐらい静岡市内に農地があると考えてください。そしてこの耕作面積がどのくらいあるかということですけども、これが2005年の6731から2020年で4580まで減っています。これはちょっと上げてもらうと、こちらの農地面積は、これは農地の転用規制がかかってますので、非常に緩やかなんですけども、こちらの耕作面積についてはですね、これはどんどん耕地面積になってますけど、これは減っていると。で、それと同じように合わせて農業従事者人口もこういうふうに減っているという状況にあります。で、静岡市はですね、土地がないないと言われているんですけども、実はここに耕作をされていない未利用、低利用地が約これでいうと、5000ヘクタール以上存在するということになります。100メートルかける100メートルの土地が5000個、この静岡市の中に未利用、低利用の農地として存在するということになります。で、これを何とかしないといけないということですが、こちらも実は問題なんですけれども、こちらでですね、その農業自身が、生産性が下がっていくと、こちらの問題もありますので、その農業自身の活性化をしていく、そのためには
農業の生産性の向上に向けた取り組みと農業所得の向上を図る必要があります。それをどうやるかというのは後ほど申し上げます。でもう一つはですね、産業分野です。でこれについては静岡市は土地が非常に少なくて、そして工業立地が進んでいないとこう言われていますが、まあ、実際にどういう状況かというとですね、これは、工場の立地動向調査というのを経産省がやって、2013年から2022年になりますが、静岡県全体、まあ、こちらの立地面積の方がいいんですけども、静岡県全体の面積と静岡市のシェアというのを見るとずっと下がってください。10年間平均でですね、結果的には 4.4% になってます。で静岡市の人口規模はですね、静岡県の5分の1程度ですから、まあ、これは人口規模程度でいうと 20% あっていいはずですけども、この工場の立地面積が 4.4% しかないというこの10年間ですね。それでこの中でですね、まあ、どこかというとこれはかなり明らかになっていて、まあ、具体的なものを申しますと、ここの2017年のこの清水 12.1 とありますけども、このほとんどは伊原の IAI の立地になります。それからその前にここに清水 2.53 と言いますが、これのかなりの部分が清林さんという、その清林という針の医療用の針の国際的メーカーですね。そういうところで大体分かります。もうちょっと上に上げていただくと、2022年で 2.、 ちょっとここは抜けてますかね、青いの 1.48 とこうなってますが、これは長沼のバンダイスピリットですね。ですからこの規模、1ヘクタールを超えるような規模というのは大体もうどこかなと想像がつくわけで、しかもそれが本当にわずかしかないということです。でこの、IAI が 11ヘクタール以上を秘めてますから、ちょっと上げていただいて、全部で 28.76 ヘクタールしか10年間で工業立地がされてないうちの、IAI が12ヘクタールぐらい占めてますから、じゃあこの IAI がなかったら一体この状況はどんな状況なのかということです。で IAI の土地がどうやって造成されたかというと、これは清水市の、旧清水市の時代にですね、県の企業局が造成をしています。したがって、静岡市であるいは清水市が造成したわけではないということですね。でまあ、ここで問題が見えてくるんですけども、静岡市はですね、政令市、20年前に政令市にもなりましたが、まあ、政令市になったこともあって、まあ、自分で県から独立をしてですね、県からまあ完全独立じゃなくて、県から少し独立した形で、まあ、自分で工業立地、まあ、用地造成等をやっていくということで、県の企業局がほとんど造成をしていないんですね、静岡市内で。でその中で静岡市の中に土地を、用地造成をしていく、その公的、まあ、公社ですね、土地開発公社というのがありますけど、これちょっと別物の公社ですので、土地を県の企業局のように土地を開発していく公社、公的な機関がないので、ほとんど公的な用地造成がされてこなかったということになります。でその結果、もともと平地面積が少ないという中で、公的に工業用地を造成してこないので、新規の企業立地がこんな状況になっていると、これが実態です。でこれを踏まえた上でですね、なぜ、今急にこんなことをやることにしているのかということの、ご説明をしたいと思います。でお手元の資料を元に戻っていただいて、何をやろうとしているかということですけれども、まあ、静岡市においては耕作放棄地などの未利用低未利用地や、空き家の増加が続いています。
で、これらを有効活用するために、まあ、まだらに存在する耕作放棄地などを集約をして、一段の高度営農用地や企業立地用地などへ改変するための取り組み。で、もう一つはさっき空き家の説明をしませんでしたが、空き家も急激に増えてますから、この空き家の掘り起こしや市場に流通させるための取り組み、これを実施する新たな法人を設立するというものです。で、この法人の設立に伴って、基本財産に対する出資と人件費や事務費などの運営費を負担いたします。で、先ほど公社の話をしましたが、静岡市も静岡市土地開発公社というのがあります。で、これは公有地の拡大の推進に関する法律というものに基づいて設立した公社ですけれども、この公社は何をやっていたかというと、公共用地の先行取得ですね、例えば道路事業をやるときに用地買収をしていきますが、そういうときにこの公社が先にその買収をしていってくれるというところですね、そういう機能でした。で、したがってですね、先ほど言った県の企業局のように、用地造成をする、工業団地造成をするというような機能を持っている公社ではありません。まあ、土地開発公社となっているので、工業団地造成をしそうな感じがしますが、実際のこの静岡市の土地開発公社というのは、そういう機能を持っておりません。で、この公社ですけれども、まあ、今までそういうことをやってきたんですけれども、まあ、最近はですね、この必要性、この公社の必要性がなくなりましたので、まあ、非常に低下をしていったということですけど、まあ、事実上必要性がなくなったので、もうこの公社機能ですね、静岡市の土地開発公社については、役割を終えたと判断をいたしまして、令和7年度を目途に解散をする予定にしております。で、この、まあ、土地を生み出していくというのは、まあ、時代時代によっていろいろ変わりますけれども、まあ、静岡市においては土地開発公社で、まあ、公共用地の取得ということをやってきたわけですけれども、今の静岡市のこの先ほどの企業立地の状況を見ると、まあ、そういった問題ではなくて、工業用地、企業用地そのものをですね、しっかり造成をしていかないといけないということになります。で、今の現状と課題というのがそこに書いてありますけれども、それは先ほど申し上げたとおりです。で、次お願いします。で、住宅分野、先ほど具体的には説明いたしませんでしたが、空き家が非常に増えています。で、2003年が 27,330 戸でしたが、まあ、2018年には 47,900 戸になっています。で、空き家率も 9.9% が 14.4% に伸びていますが、これ最近かなり急速に空き家が増えていますので、まあ、この空き家を有効活用したいということですが、この、空き家ですね、まあ、今朝も報道なんかされていましたけども、誰々には結構貸したくないっていうのがあったりしてですね、なかなかうまく流通が進まないという状況があります。で、その民間のこう市場に任せていくと、うまく供給されないものに対して、もうこの新しい公社がお世話をするというような中身になります。で、新しい公社の組織概要ですけれども、まあ、仮称ですが、静岡市土地等利活用推進公社といたします。一般財団法人で静岡市が設立、基本財産は30億円です。令和6年8、まあ、今年の8月には設立をする予定で、職員数は10名、まあ、多くは市からの派遣職員ということになります。で、事業概要ですけども、まあ、一つは、農地の集約化推進事業ということで、農地所有者に対して営農希望や土地利用の意向の把握調整を行って、そしてこのまま農地としてもっと使いたいという方がいればですね、農地の集約をするというもの。ちょっと図を出してもらえますか。こちらでですね、今の土地量がどういう状況かということですけども、まあ、この例えばこれ伊原なら伊原のあたりの地区で、
市街化調整区域で農地があって、農地の規制が転用規制がかかっています。でここにこういうふうに耕作地があって低利用未利用地がこう存在するわけですが、これバラバラにこうなっているので、あの高度に営農しようと思っても本当はこれもっと小さく分割されているんですけど、まあ、ちょっと分かりやすくするために大きく変えてますが、まあ、このくらいの規模でこう細分化されているというのが実態です。でこの状態でですね、これからは農地はもっと高度利用してですね、その、こういうその施設園芸というのを入れていきたいわけですけども、でそうするとこのバラバラではなかなかこう大規模な営農ができないので、こういうバラバラに存在する農地をこういうふうに集約をするということですね。でこの時に我々勝手にやるんではなくて、ちゃんと皆さんが今後の利活用の意向を聞いてですね、耕作をしたいという人と耕作は希望しないという人の意向を聞いて、耕作をしたいという人たちはこちらで耕作をしていただいて、で残りの未利用低未利用地についてはこういうふうに、産業用地として創出をするというものです。でこれによってこちらも、農業の、あの高度化によって所得の向上ですね、人口も減ってきてますから、あの少ない人数で、生産性が上がるようにしていくということです。でこちらも同じでですね、こちらも、なかなかこう今まで使われていないところをこの産業用地として創出をして、こういうふうに新しい工場を建てていく、あるいは研究所を建てていただくということです。でこれはあの先ほどの成林さんという成林という会社からちょっと許可を受けて得てこう入れておりますけれども、あの清水の大内というところにこの市内から移転をしているわけですけれども、まあ2ヘクタール弱の土地をこちらに確保されて、これはもう自力でやられたわけですね。非常に苦労されたと聞いています。であの今あった工場が手狭で、そしてあの新しい機械も入っていなかった、入れるスペースもなかったので、新規にこういうところに工場を立地をして、それでこういうロボットを入れて、生産性を上げていくっていう、まあ、こういうことですね。で静岡市内にこういうことを希望する企業は相当数があります。あの外からどん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 持っていこうという話じゃなくて、静岡市内に非常に優れたあの会社があって、でその会社がこうやって新しく設備投資をしたいんだけどって言っても土地がないのでできない。ですから場合によっては例えば藤枝だとか島田に行くっていうことですね。藤枝にあの県の企業局が造成した工業団地がありますけども、清水にのあった会社の工場はそちらに新工場を建てている例がありますけども、静岡市内にこういうことをしっかり土地を造成していないので、そういう時に市外に企業が出ていく、まあ、県内にとどまるのであればまだいいわけですけど、どっか遠くに行ってしまうということもあり得るわけです。でそういうことでなると雇用の流出もなりますし、あるいはこのちょっとここの成林さんの例を言いますと、やはりこうやって新しい工場を建てて生産性を上げて、もうどんどん生産量が伸びています。そして若い人たちの雇用がここで生まれています。で静岡市はやはり若年層の雇用、あの人口流出が激しいわけですけども、やはりこうやって若い人たちがこう、まあ、ロボティクスのあるようなところの生産性の高い工場で会社で働けるような環境づくりをしていくというのが静岡市の人口減少対策として、あるいは地域に残りたいと思っている若い人たちが地域に残れるようにするためにはですね、こういったことをもう積極的にというかもう直ちに取り組んでいかないといけないという状況にあります。まあ、したがってまあこういったことを行う法人を設立するというものです。一つ目の今 の, あの土地と利活用推進公社については以上です。次をお願いします。次は、クルーズ客と市内周遊促進事業ということですけれども、まあ、これはあの、国の、交付金をいただいてですね、行う事業になります。
清水港ですね、クルーズ船増加傾向にあって、これからも増加する見込みですけれども、令和6年度は90隻を見込んでいるという状況ですが、お客様が降りてこられてもですね、なかなかこう市内で十分な受け入れができていないという状況があります。で、よくクルーズのお客さんがですね、バスに乗って、例えばアウトレットに行って買い物するということを言われるんですけど、それはもう昔のイメージです。今の清水港に入っているクルーズ船のお客様は、そういうところに行かないで近くの観光をされます。ツアーバスに乗ってですね、久能山東照宮だとかそういうところに行く方々もおられますし、あとは歩いて街歩きという方々がおられますが、その歩いて街歩きをされる方々に十分なそのサービスができていないという状況があります。でサービスができていないので、消費をしていただくこともできないということですね。ただ見て回ってそのまま船に帰るというような状況があるので、もう少しこちらでいいサービスを提供して、消費もしていただくと経済効果が、クルーズ船の気候による経済効果が上がるので、そのためにその外国人観光客をターゲットにしたいろんな取り組みをしていきたい、多言語対応であるとかですね、そんなことをやっていきたいと思っております。次にですね、文化スポーツを生かしたまちづくりの推進ということですが、これは市民文化会館です。で市民文化会館のこの減額が6612万円と債務負担行為27億9800万円になっておりますけれども、この中身はどういうことかというと、市民文化会館の再整備について今年の3月に入札広告を行いましたが、4月10日が入札の参加申請の受付期限でしたが、一社も申請がなかったという状況です。でその原因は何かということですけども、これはですね、こちらの予算額がですね、低すぎたということで、今の、物価状況ではその金額ではできないので応募できないということでありました。それから再整備事業でですね、補修が中心になるので、補修のためには相当細かな検討と積算が必要なので、十分なその検討期間をもらわないと入札ができないという話がありました。でその結果ですね、再度積算をした結果、もう大変申し訳ないと言いますが残念なんですが、今まで総事業費を124億円としていましたが、これが27億円増の151億円になります。そして再度入札にあたってですね、その検討時間を取るということで事業スケジュールも1年間延長することといたしました。それに伴ってですね、今年を使う予算が減り、そして、債務負担行為の予算が増えることになります。次の4ページをご覧ください。この再整備事業の以前のものと右側に書いてますけども、このような変化になります。で総事業費が123億7800万円から150億7000万円に増加し、事業期間も変わり休館期間も伸びてしまうということになります。で一部開館はですね、令和9年4月に予定しましたが、これが令和10年の1月下旬になります。全部開館は令和10年の4月の予定が、令和10年の12月ということになります。で来年の4月に閉めますので、約3年間はですね、3年間以上になりますけども、約3年半程度市民文化会館は休館となります。一部会館がありますけれども、約3年から3年半ぐらいが休館ということになります。次に日本平の、サッカースタジアムになりますけれども、これについてはですね、株式会社大華さんから企業版ふるさと納税で3000万円を頂戴いたしました。ご寄付をいただきましたので、それについてですね、これは大華さんからこの
清水エスパーズのために使ってほしいということでしたので、清水エスパーズと協議をした結果、IAI スタジアムの改修をすることにいたしました。トイレの洋式化ができていないということと、先週のベンチの増設等ですね、使いやすい快適に利用できるスタジアムへの改修をするためにこの3000万円を使わせていただきます。それからその下の運動スポーツ習慣化促進事業ということですけども、これは988万円ですが、これは中央静岡ヤクルト販売さんがですね、自ら企画をされて、そして静岡市が申請をしましたが、国のほぼ全額補助をいただいて、市民スポーツを通じた健康増進ですね、そういったものを、事業をやっていこうと、取り組みをしていこうというものです。続きまして、安全安心の確保となりますが、まず帯状疱疹予防接種費用の助成事業になります。1億4000万です。でこの帯状疱疹についてはですね、50歳代から発症率が高くなって、80歳までにおよそ3人に1人がかかると言われていますが、かかった時点でも、いろんな痛み等ありますが、その後も長く続くということがあって、生活の質に大きく影響するという状況があります。したがってですね、このワクチンを接種すると、発症予防効果が高いということが分かっておりますので、ただこの高額です、この不活化ワクチンというのが効果が高いんですが、これが高額ですので、これについて静岡市も補助しようというものです。静岡県内ではですね、すでに22の市町が実施をしていますので、遅い方ということになりますが、静岡市も10月からこの助成を行いたいと考えて、ここに計上しております。で続きまして、違法盛り土防災対策事業ですけども、これは青井区の日向地区で違法盛り土がありました。でこれについては、市は森林法違反、県は砂防法の違反としてですね、この、違反者に対して原状復旧を命じたりしておりますけれども、なかなかと言いますか、その、違反者が、対応しないということで、市と県が共同して、行政代執行を行うということになります。でこれは市は森林法の違反、県は砂防法違反ということで、それぞれでやっぱり対応すべきものということで、この費用について、4000万円ですが、債務負担行為として2億1800万を予定をしております。これは県と市 50%50% の負担になります。それからその他ですけども、これは道路の整備であるとかですね、それから子育て支援、教育の充実、といったものがあります。例えば子育て支援、教育の充実ですと、私立こども園のですね、この職員の保育士さん等の職員の配置基準が変わりました。より、少ない人数に対応するといいますかね、ちょっと誤解を招くかもしれません。保育士さん1人が何人の子どもを見るかというところで、例えばそれ20人を、今までは20人だったけど15人にするとか、そういった配置基準の改正がありましたので、それに伴って、給付をするということになります。その他として、市民サービスコーナーの証明書の出力機器更新事業というのがありますが、これは後ほど市民サービスコーナーの、話で、ご説明をしたいと思います。で以上が令和6年度の補正予算案についてになります。続きまして、住民票等のコンビニ交付サービスの促進と市民サービスコーナーの今後の在り方についてということになります。で住民票等の証明書の発行をですね、発行箇所と利用時間の拡大による市民の利便性の向上を目的に、コンビニでの交付サービスというのを2016年の1月からやってきています。でコンビニサービスがですね、コンビニでの交付の利用者が相当増えてきておりますし、
それからマイナンバーカードの交付率も 80% を超えてきました。でこのコンビニ交付をですね、便利がいいので、ぜひもっともっとコンビニ交付を使っていただきたいというのが一つあります。でもう一つはですね、コンビニ交付が進んでいくと、これまで行っていた市民サービスコーナーでの利用が減ってきますので、まあ、それが進んでくればですね、このもう市民サービスコーナーというのは減らしてもいいんではないかということでですね、まあ、それについて今回決定をしたというものです。ここに2016年と2023年の比率がありますけれども、これが区役所と支所とサービスコーナーと、そして郵便コンビニというものですけれども、2016年からコンビニサービスを始めて、コンビニで 1% ぐらいで、このサービスコーナーですね、これが 30% 近く占めていましたが、最近はこのコンビニ候補が増えてきています。でこれが増えた分ですね、このサービスコーナー、このサービスコーナーというのは、この区役所とか支所ではない場所にですね、まで行くと遠いので、このサービスコーナーというのを設けて、こう住民票であるとか、そういうようなものの証明書を発行する窓口を設けていたということですけれども、まあ、これがこのように減ってきています。で、今回、このコンビニ交付というのは、非常に便利で、コンビニの数も非常に多いわけですので、まあ、それをもっともっと使っていただきたいというのが我々の考え方です。でコンビニはですね、市内で約280箇所あります。で、土日も含めてですね、朝の6時半から23時まで発行が可能ですので、まあ、これをどん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 利用していただきたいと、なんですが、まだまだコンビニ交付が不十分だと、まあ、よく知られていないということですね。まあ、1回使っていただくとですね、便利さが分かるんですけども、まあ、その、コンビニでやるのは不安であるとか、まあ、そういったことがあります。で、したがってですね、このコンビニ支度のコンビニでの証明書の取得の簡単さを実感していただくために、5年間に限ってということになりますけど、手数料を100円、今の300円を200円に減額をするというものです。でこれは条例で決めてますので、条例改正になります。でこのコンビニ交付が増えていくとですね、先ほど の市民サービスコーナーでの、証明書の発行ということが、数が減ってきますので、まあ、このサービスコーナーを開けていくと行政コストも非常にかかるということがあってですね、この市民サービスコーナーについては段階的に縮小あるいは廃止をしていくと、縮小というよりも段階的に数を減らしていくという予定にしております。で、4のところに市民サービスコーナーの段階的廃止についてというのがありますけども、今回決定をしたということですけども、市民サービスコーナーが28箇所ありますけれども、当面13箇所は継続、15箇所は2025年の3月ですね、来年の3月をもって廃止といたします。で、その継続の13箇所についてもですね、当分の間継続するサービスコーナーというのは6箇所、そして、当分の間ではなくて、まあ、これから先もですね、継続していくサービスコーナーは7箇所としております。まあ、例えばですけども、この梅ヶ島とか玉川とかですね、大川だとか、こういうところですと、なかなか区役所まで行くっていうのは大変ですので、これはその地区にですね、市民サービスコーナーを置いてそこで発行したいということです。でそれ以外の地区についてはコンビニサービスが増えてくるにつれてですね、廃止をしていくと、まあ、当分の間継続するサービスコーナー6カ所については、様子を市民コンビニサービスのがどのくらい増えるかを見ながら廃止をしたいと思っております。
今の予定ですと2027年の10月にですね、6カ所のサービスコーナーについても廃止をするという予定にしております。で、続きまして、PFAS です。で、この PFAS についてはですね、美保のポンプ場で、PFAS の高い濃度が計測されるという状況が続いています。で、この原因は三井ケマーズプロドプロダクツ株式会社、MCF と呼びますが、この清水工場内の PFAS 濃度が高くて、その地下水の PFAS 濃度が高いと。で、その PFAS 濃度の高い地下水が何らかの理由でこのポンプ場につながる雨水の排水管に入り込んでいるためと考えられます。ちょっと図面をお願いします。ここに美保の雨水ポンプ場があって、この地下にこういう管道が入っています。この雨水の排水管がこういうところに入っていますが、で、ここに三井 MCF の清水工場があります。で、その横をこういうふうにその、管が入っていますので、多分ここの中の地下水、この工場内の地下水は PFAS 濃度が非常に高い状況にありますが、これがここの中に入り込んでここの中ポンプ場に来ていると考えられます。で、他の地区、この辺り の周辺地区ですね、工場ではなくて工場から離れたところの PFAS 濃度というのは350グラムナノグラムリットル当たりですね、350とかいうぐらいですけども、ここで計測されるのは7000とかいう状況がありますので、この辺の水がここに入ってきて、濃度が高いんじゃなくて、ここの中が非常に濃度が高いので、ここの地下水が何らかの形でここのポンプの薄いポンプじゃなくて排水管に入ってこれに入っていると考えられます。したがってここから漏れないようにするということと、それからこの中の濃度を下げるということと、もう一つはここから排水をしてますので、ここのポンプ場に入った水の濃度を下げた状態で排水をするということが必要になります。で、これについてですね、MCF にしっかりやってほしいという要請を行ってまいりました。で、これに対してですね、 MCF からこういう実施計画で、PFAS 濃度の低減対策をやりたいという計画の提示がありましたので、今日はそのご説明をいたします。で、戻してください。で、まず、美保ポンプ場ですね。で、ポンプ場の PFAS 濃度を下げるということですけれども、ポンプ場の中に濃度の高い水が入ってきてますから、それ自身が海に出ていっているので、この濃度を下げる必要があります。で、まず、小型の活性炭島というのを、設置をしました。これは浄化効果を検証する実証するためですけれども、これの結果ですね、今年の4月にこの小型の活性炭島を置いたんですけれども、その結果非常に良い結果が出てですね、10ナノグラムパーリットル未満の検出限界、もっと詳しい方法でやるとこの下も検出できるんですけども、ある検出方法でやるとこのくらいが検出限界になりますけども、それ以外の濃度まで下げられたということですね、8000とか9000とかそれぐらいの濃度のあるものが、10ナノグラム10以下になったということで、効果が確認できましたので、この小型というのもこの活性炭島による浄化対策というのは効果があるのではないかということが確認をされました。で、これからですけれども、これは連続運転24時間連続運転をしていくんですけれども、この、容量が非常に小さいのでもっと大きいものにしないといけないということになります。で、次に中型活性炭島というのをですね、これを設置します。今年の7月末を、目標にして、
目標にしてですね、今 MCF の清水工場内にあるこの中型の活性炭と、これは1機当たり360トン1日処理できるものですけれども、これを2機この清水のポンプ場に移設をしてきて1日720トンを処理をいたします。ただこれもですね、1万トンぐらい、毎日平均でいうと晴天時でも1万トンぐらいの水が排水からされてますから、この720トンを浄化しても大きな効果は得られないわけですが、それでも効果があるということで、まずこれをやります。でさらに、大型の活性炭をですね、これを、増設するということですが、これは設計から、作り上げないとできませんので、時間がかかるということで、いつかということはまだ決定しておりませんけども、とにかくこれはやっていくという、計画にしています。で次お願いします。で次はですね、感度のごめんなさい、この辺りですけども、この感度にここから入り込んでますから、これの補修をずっとやってきました。で、大体補修は終わってるんですけども、まだちょっといい効果が出ていないので、何か別の問題があるかもしれませんので、もう少しこの辺りについてはですね、しっかり調査をした上で、とにかくこれにこの薄い排水管に入り込まない対策を徹底をしたいと思っております。でこういう計画が、三井から提示されましたので、我々としては、三井 MCF がですね、こうやってその、実効性のある対策を進めるということですので、これをこの計画よりもさらに促進をしていただくということが大事ですので、その促進を要請をしているところです。それから、先般も発表しましたけど、市も自らですね、別の処理方法があるのではないかと、有効な方法があるのではないかということで、企業と今調整連携をしていますので、そういったものも効果を確認をしながらですね、この PFAS 濃度を下げるという努力をしていきたいと思っております。で次お願いします。次はですね、この美保地区の、疾病罹患率に関する調査結果ということですけども、この PFAS についてはですね、世界保健機関 WHO の国際がん研究機関 IARC というところから、この発がん性があるのではないかと、そういう評価結果が公表されています。でそういったものが出てますので、人に対する PFAS の発がん性が懸念をされています。したがってですね、ここ の PFAS のですね、健康への影響について、ここというのはこの、美保地区 MCF がある美保地区の、について、 PFAS の健康被害が出てるのかどうかというのを、なんとかいい方法がないだろうかというふうに考えておりました。でそれについてですね、たまたまということになりますけれども、静岡市は九州大学と連携をして、調査をしておりました。でこれは国民健康保険、国保ですね、それから後期高齢者医療制度の加入者を対象にして、医療デセプトといわれる、診療報酬明細書のデータであるとか、検診データであるとか、そういったもの、いろんなものがあるわけですけれども、そういう健康関連データを匿名化ですね、個人 の名前が分かると、それは個人情報ですので、それ全部匿名化をしてですね、そしてそれを個人単位で統合したデータベースを構築をして、そして健康の関連要因の、解明や地域分析を行っています。これはデータヘルスとかデジタルヘルスとか言われてますけども、特に国民健康保険、国保連はですね、KDB という国保連データベースというのを持ってますので、そのデータベースを使っていろんな分析をしてやるとですね、どういうその、属性、どういう生活習慣にあると
どういうふうに病気が発症するのかという関係性がですね、相関関係のようなのがかなり出てまいります。それについて検討していたわけですけども、この分析結果ですねによると、市内の特定の地区と静岡市全体のがんの罹患率というのを比較することができます。でこの分析はですね、未だ研究段階ですので全体の結果を発表できるわけはありませんが、状況にはありませんが、美保地区において心配があるわけですので、美保地区を対象についてがんの罹患率が美保地区と静岡市全体でどう違うかというのを分析をしてもらいました、してくださいましたといった方が正確ですけど、で結果を申し上げますが、まず誰を対象に調査をしたかということですけど、これは全員ではありません。国民健康保険を持っていて後期高齢者医療制度、この加入者です。でその加入者でこの病院に行った人ですね、国保に入ってるんだけど病院には行っていない人ではなくて、国保に入って医療機関を受診をした人ですね、何らかの病気だということで医療機関を受診をした人で、がんの罹患率がどのくらいあったのかということを割合を示したものになります。でこれを見てみますと、この2018年から2022年度の5年間ですけども、がんの罹患率ですね、男性の場合市全体ですと2018年は 19.3 に対して未報は 18.13 になります。で女性は 17.5、 市全体が 17.5% に対して 16.6% になります。年度によってですね少しずつ違いますけども、例えば2021年度はここは女性は美保地区は少し市全体より高いという状況がありますが、これ以外は全部ですね、市全体とほとんど値が変わらないという状況で、むしろ市全体よりも美保地区というのはがんの罹患率が低いということになります。あくまで全員を対象にしているわけではなくて、病院を受診をした方ですけども、一定の評価ができるんじゃないかと思います。で美保地区でですね、もしもこの PFAS によってがんの罹患率が全体として高まっているということがあればですね、こういうデータは出てこないと思いますが、全体としては、美保地区は静岡市全体よりもがんの罹患率は低いという状況にありますから、これをもってその PFAS との因果関係は言えないわけですけども、逆に言うと PFAS が大きく影響していないのではないかということは言えると思います。もし PFAS が、がんの罹患率、美保地区のがんの罹患率に影響しているのであれば、こういうデータは出てこないと思いますので、こんなことが言えると思います。でただしこれは平均ですから、この例えば PFAS の頻繁に取り扱っていた方とかですね、個人の影響を評価するものではありませんので、あくまで平均的に見るとこういう状態にあるので、美保地区においてはですね、 PFAS の影響は、がんの罹患率に関して PFAS の影響は出ていないのではないかと、一つの安心材料になるのではないかと思っております。で以上が PFAS についてです。それから次は滴得商品券ですけれども、これは今年の5月からですね、一時販売をしておりました。52万口で31万口を販売をいたしましたが、21万口を6月3日から再応募しております。でおかげさまでですね、皆さん応募いただいて、4日の13時時点ということになりますけれども、発行の口数が21万口ですけど、すでに25万口の申し込みをいただいております。したがって口数が申し込み口数の方が多い場合ですね、発行数よりも申し込みが多い場合は抽選ということになりますので、これから抽選販売ということになります。でただし
一時販売で、申し込んでくださった方ですね、この方々はすでに使われておりますので、この二次販売については初めて申し込まれる方を優先をしたいと思っております。その方、2回目が初めてという方がどのくらいの屈指になるか分かりませんけれども、その方々の優先をして発行してですね、で残りの部分については一次販売で、一次二次と応募された方にこう割り当てていくという形にしたいと思っております。ぜひ一度も利用されていないと、一次販売で利用されていなかった方にですね、ぜひご利用いただきたいということと、それから、一次販売でご利用いただいた方もですね、まだおそらく何口かは当たる可能性がありますので、また積極的に応募いただけたらと思います。で、発表については以上になります。ありがとうございました。それでは発表案件につきましてご質問をお受けしたいと思いますが、発表案件多いものですから、一件一件でもよろしいですかね。では、最初に NHK さんお願いいたします。はい、NHK の吉田から質問します。はい、先ほどの一番最初のやつは後者の件です。民間での取引というのは確かに煩雑だというふうなところもあったりするとは思うんですけども、あえてここのところで市がというか、後者なんですけども、こちらにすることの大きなメリットを改めて教えていただきたいということが一つあります。あと図によるときれいに点在する営農地が、こういうふうな形の高度な営農地になったり産業地になったりするというふうなこともあったりするんですが、ただこれはもう かなり市内に点在しちゃってるので、持ち主が違うとはやる程度まとまった土地が必要というふうなところになってくると思うんですが、これはそのバラバラになっているところで個々に小さいものを作るんじゃなくて、ある程度まとまった土地で、複数の方が所有しているとか、そういうふうなのを想定しているか、どういう形のものか、この2点について教えてください。はい、まずですね、大規模な農地、ごめんなさい、ちょっと点在の図、でまずこの今後の利用の意向ということですけど、これは全戸を対象にアンケート調査をしております。農家全戸ですね。でただし回答いただいた方と回答いただけなかった方がありますが、回答いただけなかった方はあまりおそらく営農を希望されていないのではないかなと思われます。でそれで大体分かりましたので、こういう状況だということですね。でこれがですね、この面積が書いてありませんけども、やはりかなりの面積が取れる用地でないとできませんから、それと先ほどちょっと井原の話をしましたが、井原であるとかいくつかかなり大規模にこういうことができそうなところがありますので、まずはそういうところから始めていきたいと思っております。でなぜ法人がやるかということですけども、まずですね、いろんな問題があるんですけども、いろんな意向があるんですけど、なかなか例えばディベロッパーの方が行くとかですね、それからどなたかがこういうことをやらないといけないので、こっちをちょっと売ってこっちにしませんかという話を個々にやっていかないといけないんですけども、やはりちょっと心配される方が多いんですよね。あるいは人には貸したくないというような話もあったりしますので、そういう時はやはり公社ですけど、ほとんど市の職員ですので、市の職員が行って、丁寧に話をして、こういうまず行政目的があるので、こういう行政目的でやるんですということを説明をした上で、その農家の方、土地所有者の信頼を得てですね、調整をしていくということになります。それはやはりすごく手間がかかる話と、やはり市という一つの公的機関の信頼性というのもあると思いますから、それを活用してですね、市がこの法人が下支えをしていこうということになります。でこういう話がじゃあいいですよという話が決まったらですね、市自ら造成するということではなくて、そこからは民間の事業者の方にこう応募していただいて、じゃあこの地区は我々がやりますよというようなことでですね、事業をやっていただくと。ですからある程度
リスクを取るというところと公的信用性というところを使ってこの公社が最初に下働きをしてですね、そしてある程度まとまった段階になってくると民間のディベロッパーの方に出ていただいて事業をやっていただくということになります。で先ほど企業局の話をしましたけれども、県の企業局ですね、県の企業局というのは、自らディベロッパーともなりこういうことをやっているわけですよね。ですけど政令市静岡市の場合はなかなか県の企業局は やれない制度じゃないんですけど、なかなかやってきてこなかったので、この県の企業局と同じような形で市がやっていくんですけども、企業局のように自らやる形ではなくてですね、やはりその公民連携で市が下支えをして、そして得意な開発の段階になってくると、用地を造成する段階になるとディベロッパーの方にやっていただくということが大事だと思っております。でもう一つは農地の転用規制の法規制の問題でですね、やはり市が入っていかないとうまくいかないという問題があります。農地の転用規制は農地がですね、予約がついてないと土地造成だけの農地転用はできないんですね。だからディベロッパーの方が農地造成、用地造成をしようとしてももうすでにお客さんがついてないと農地転用ができないんですね。ですがここが本当にやれるかどうかわからないという状況で、ディベロッパーの方がお客さんを確定をしてですね、ここは何年後に必ず造成しますから予約を入れてもらえませんかと、買う予約を入れてませんかと言われても、そんなもんいつできるかわからないので相手にしてもらえないですよね。したがってその、ディベロッパーがそういうことをやろうと思ってもなかなか進まないという状況にあります。で静岡県全体を見てですね、やはり静岡市の企業立地件数が、非常に少ないのはやはりその県の企業局であるとか、あるいは他の自治体ですと土地開発公社が自ら用地造成をしているというところもありますので、そういったところが今まで静岡市はおそらく長い間できていない、おそらく20年が政令市になってからずっとできていなかったんだと思います。そこを取り組んでいかないといけないと思っております。今の点でいうと、IAI さんが清水区の伊原に立地をしましたが、あれは県の政令市になる前の時代から、旧清水市が県の企業局と連携をしてですね、で県の企業局が、造成をして、そしてその造成をしたものを、清水市が引き取って IAI に引き渡すみたいな形でやられたと思いますので、それも、政令市になる前の話ですから、政令市になってからここの取り組みができていないということが、やはり静岡の経済が新しい、新規の立地が進んでいないということですね、企業立地が進んでいないということの、ほとんどの原因ではないかと私は思っていますので、そこに手を入れていかないといけないと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。その他、日経新聞さんお願いいたします。日経新聞の大倉です。同じく新法人についてお伺いします。新しい法人で農地の主役企業誘致を行うというふうにおっしゃっていましたが、その目標であったり何年以内の具体的な数時間ございますでしょうか。あともう一点、空き家の所有流通の話がありますが、現在流通していない空き家というのは市場価値がとても低いというものが多いんじゃないかというふうな、ことが考えられます。それには新しく住むためには改修などが必須になってくることもあると思うんですが、静岡市は、空き家バンクに登録している物件を改修する場合は200万円までの最大補助が出ますが、この公社で行う事業が空き家バンクに登録されるのかどうか、という点について教えてください。はい、空き家バンクへの登録についてはですね、まず空き家バンクには登録をしたいと思っていますが、空き家バンクに登録しないで話が進んでいくもの、登録する前に話が進んでいくものもあると思いますので、全てが空き家バンクに登録するわけではないですけども、
空き家バンクは活用していきたいと思っております。それから転用、なかなか空き家といってもすぐに使えないんではないかということがありますけれども、まあ、両方あると思います。ご指摘のようにですね、例えば改修が必要でなかなか市場性がないというものもありますけれども、まあ、もう一つは市場性はあるんだけど貸したくないっていうのが結構あります。で、そのあるんだけど、まあ、これ昔から思い出のあるところで、まあ、わざわざ貸さなくてもいいと。でそのままお世話にしているそのままなんとなく置いてあるというのが結構あります。でそういうところをですね、誰かに貸すといっても、例えばちょっと困った方が入ってくると後々トラブルになるので、もうそんなトラブルが起きるぐらいだったら貸したくないよと、このままにしておいた方がいいという方がおられますので、まあ、そういった時には、市がまずそこを借りて、でそこでリスクを一回取ってですね、それで変な方が入った場合、トラブルが起きた場合は市が全部対応しますかということで貸していただいた上で、それを市場に出すということですね。で、まあ、そこで実際にトラブルが出たらいろんな対応はちゃんとやっていくと、まあ、大家さんに迷惑をかけないようにするということが大事かなと思っています。それからその、空き家の改修についての補助についてはこれはちゃんと今のようなご指摘いただいたような形で補助しますし、それから今回4月から増やしましたけど、特定の地区でですね、例えば旧その住宅開発がされている、まあ、団地じゃなくて戸建ての住宅が非常に集積している場所が、まあ、大家であるとかありますけれども、ああいうところで若い方々がそこに入りたいという場合ですね、それについては金額も増額をしてですね、補修をすると。まあ、例えば100万円の補助だとトイレぐらいしかできないんだけど、まあ、もう200万円にしたらトイレとバスがこうお風呂がこう新しくでき、まあ、キッチンにも手が入って、これだとその若い世帯が入りやすいというのはありますから、まあ、そういうことも用意しながらやっていきたいと思っております。すいません、もう一つ目は何でしょうか。企業誘致農地集約 の, 数字的な目標を、はい、ごめんなさい、はい、失礼しました。目標はですね、これはもうできるところからやっていくということですので、いつまでにというのは、まあ、ないというよりも、とにかくできるところからすぐにでも供給をしていくということが大事です。で例えばですね、企業局、県の企業局がやるような大規模な工業団地造成ですけども、これすごく時間がかかります。計画をして、あるいは環境アセスメントをやって、場合によっては環境アセスメントをやるというのは規模のものもありますが、もうそれをやっているとおそらく10年ぐらいかかると思います。で10年先に工業団地を造成するって言っても、それは10年先に売りに来てくださいっていう話になるので、そんな時間をかけるんではいけませんので、目標はないと言いましたが、例えば1年後にはこれをどっかをもう出すぐらいのつもりで今これから活動していくことになると思います。でご質問、先ほど別のご質問もありましたけど、まあ、何箇所ぐらいというところですけども、いくつか候補地をもう洗い出していますから、その中で、行ってみてですね、でうまく動くところと動かないところがあると思いますので、まあ、とにかく動くところからすぐに、動かしていくのが大事だと思っています。で、まあ、さらに申し上げますと、5000平方メートルだとか1万平方メートルの土地はないかという問い合わせもたくさんいただいてますので、もうとにかくそういうまあ、特にそれは市内からの市内への移転ですね、先ほどの清林さんのように古い工場を新しい工場に変えて設備投資をしたいんだけどというような要請が非常にたくさん来てますから、まあ、そういったものに対しては5000でも1万でも狭い面積でもいいから供給できますので、とにかく早く結果を出していく、まあ、1年以内には何らかの供給をするぐらいのつもりでやっていかないといけないと思っています。ありがとうございます。その他、法人についてのご質問いかがですか、よろしいでしょうか。では、はい、読売新聞さんお願いいたします。
読売新聞の抜田です。よろしくお願いします。先ほどの質問にありましたけれども、まあ、市が下支えをして、まあ、用地造成はディベロッパーさんにという形でしたけれども、将来的にはこの新校舎もいわゆるディベロッパー的な役割をしていくということも考えられるのでしょうか。やはりそこはディベロッパーの部分はですね、ディベロッパーにお任せするのが一番いいんじゃないかなと思います。やっぱり我々が一番やらないといけないのは下支えで、その、土地所有者のところに行って協力をいただく、ご理解をいただくというのが一番大事ですので、そこの部分はが仕事だと思っています。でディベロッパーの部分はそのディベロッパーがまさにできる部分ですから、そこに市が入っていく必要はないと思いますので、やはりその民間 のディベロッパーがやるんだとどうしてもリスクが大きすぎてやれないよというところに対して市がやっていくというのが基本だと思っています。はい、その他法人についてはよろしいでしょうか。では、補正予算案のその他の案件で何かご質問ありますでしょうか。はい、中日新聞さんお願いいたします。中日新聞の飯森です。市民文化会館の、再整備事業で伺います。これ物価高で改修計画が約1年遅くなって、休館期間も増えまして、でさらに費用も27億円増えるということで、大変残念な話だと思います。まあ、市長は根拠と共感を大事にしてますけども、まあ、ちょっととても共感できないと思いますし、まあ、もっと言うとその、まあ、公共事業への、予算積算というかね、その信頼性というのも揺らいでいると思うんですけども、まずこの事態をどう受け止めていらっしゃいますか。積算についてはですね、やはり問題があったと思っています。それで体制もですね、しっかりできていなかったというのが実態だと思いますので、今それについては、新しく体制を作り直してやるということにしています。でしっかりとしたチェックが、積算についてのチェックがされていないというところですね。積算というのは非常に細かい作業が入ってきます。それでその一つ一つによって結果が大きく変わります。特にこの補修についてはですね、そして機械だとか設備が多いものについては単価設定が非常に困難なところがありますので、まあ、今回はこれだけ予算がずれたということは、そういうその設備ものに対する単価設定が甘かったということです。で、まあ、私自身もかつて積算については細かく見ていましたので、まあ、今回自分自身で積算の一つ一つどういうやり方をしているのかというのをチェックをしてみて、まあ、これではまずいだろうというのは分かりましたので、これからは新しい体制を作ってですね、積算のチェックをしっかりやっていくということが大事だなと思っております。まあ、それから遅れれば遅れるほど今物価高騰していく、人手不足を、厳しくなっていって金額が上がっていくということになりますので、まあ、でとにかく早くやることが今大事だと思っています。こうやって遅れることが金額の増大の原因にもなっておりますので、まあ、そのあたりについて反省をしてですね、こういうことがないようにしてまいりたいと思います。ありがとうございます。過去にもですね、これ難波市長の就任前ですけど、PFI でやってる大浜公園の再整備事業でも、物価高騰への対応で債務負担行為で12億円の増額を設定していたり、あと清水のマリナート新築の際も PFI ですけど増額をされてますかね。なんかこう同じことを繰り返しているんじゃないかという、まあ、不安がありますけども、まあ、今後の対策を先ほど新しく体制を作り直してやるとおっしゃいましたけど、具体的にもう少し教えていただけますか。まあ恥ずかしい話ですけど、積算をチェックする体制がない、つまり例えばですね、積算を最後この人が見る、でこの人はもう積算のプロという人がいないんですね。
いなかったとか決めていなかったということになります。でそういう人が最後は全ての積算、例えばこの建築系の積算は最後はその人が全部見るというところですね。それをやらないといけないと思います。で例えば、設備についてですね、見積もりというのを出してもらうわけですけども、その見積もりというのは定価で出てきたりするわけですよね。でも実勢価格はそれではなくて、例えば半値の場合もあるし 0.8 掛けの場合もあるわけですね。だからその時に出てきた見積もり書に対していくらを積算価格で入れるかっていうのは非常にその、慎重にというか詳細な検討をしていく必要があるわけですけど、そういうこともうまくできていないということですね。ですからやはり積算をチェックする体制ができていないと、個人が積算をして、そしてそれを上司が見るんですけれども、その積算のプロではない上司が見ても全然チェックできないんですよね。だからそれがずっと続いてたのがそういう問題を起こしてるんじゃないかなと思いますので、今回の問題を大きな反省としてですね、その積算体制を作るということにいたしましたので、具体的にはそういうプロが見て、この人が最後全部チェックするというか詳細までチェックするということを体制を作りをしていかないとダメだと思っております。そのプロの方は財政局の方なんですか？財政局ではなくて、やっぱりその積算の建築積算のプロっていうのはその部局にもいます。場合によっては外から来ていただくということもあるかもしれません。私自身でいろいろ積算を自分自身で最後チェックをしていて、おかしいでしょっていうのは結構見つかる、自分が見ても見つかることあるわけですよね。ですからその最後に見る人間がそのきっちり見ていけば、その抑えられるといいますか、できるところがあるので、それは、その道のプロがやはりやるべきで、この財政局であるとかその、ポストでどうのこうのとではなくて、もう人ですね、そういう人を置かないといけないと思っています。すでにですね、契約している海洋文化施設、これ169億円ですけども、さらにその、積算の甘さなどによってその費用が上がっていく可能性もあるんでしょうか？あれはPFI 契約ですので、それはそこの中でのリスクは、全て PFI 事業者が負っているということになります。でその中で合理的な理由で価格が上がっていったものについてはですね、それはつまり PFI 事業者の責任によらないで合理的な理由で上がっていったものについては、市がやはりその負担をするということになりますので、それについてもこれから今具体的な設計がされていますから、その中でこれはその PFI 事業者が見るべきもので、これについてはそのやむを得ない理由で上がっているので、それについては市が見るというものもあると思います。それはこれからの協議になると思います。ありがとうございます。もう一点、違法盛り土も伺いたいんですけど、後の方がいいですか？はい、先に市民文化会館のご質問。はい、静岡新聞さん、お願いいたします。静岡新聞です、よろしくお願いします。今回休館期間が、この影響で伸びるということなんですけども、市民文化会館結構稼働率も高かったというふうに伺っているんですが、それに伸びることによる利用者とかお金の部分の影響というのがどの程度かというのをもし分かれば教えていただきたいです。本当に申し訳ないんですけども、稼働率も高くてですね、これまさに市民文化会館で市民の文化活動の拠点になっているわけで、それがこれだけ長い期間閉館というのは大きな影響があると思っています。いろんな他の施設に振り返ってですね、お願いするしかないと思っております。で、大ホールについてはコンサート等々ありますけども、これについてはこの静岡市内で開かれないということで、他の施設、他の、地区に市外にこう移っていくということ もうやむを得ないということでありますけれども、
基本的なこのまさに市民の皆様が使われるものについてですね、なかなかこれが場所が提供できないというのは本当に残念だと思っています。具体的にどのくらいの影響があるかというのはなかなか定量的には他のものにじゃあどう振り返るかということで定量化はできないんですけれども、大きな影響があって、とにかく一日も早く、開館を再度開館をするべきだと思っております。はい、その他いかがでしょうか。では補正予算の案件で、その他のご質問いかがでしょうか。はい、静岡新聞さんお願いいたします。静岡新聞の小原と申します。住民票 のコンビニ交付サービスの関係でお伺いします。いくつかあるんですけども、まずその、2023年度にコンビニ交付の利用率が 21.7% になったということですけども、その、サービスコーナーでの利用率を上回ったのはこの2023年度が初めてということになるんでしょうか。それ分かりますか。はい、そうですね、2023年度が初めてになります。あと先ほど市長の説明でその条例の、改正案ですけれども、100円減額というのは5年間限定で100円減額する条例案を提出するということでよかったですか。そうですね、今のところ5年間という予定をしておりますけれども、5年間、限定で100円減額という条例になります。その後の状況というのはまたその時の様子を見てまた検討するというか。そうですね、思ったよりコンビニサービスが伸びない場合であるとか、あるいは早く済んで減額を早くやめるということは多分ないと思いますので、なかなかコンビニサービスが進まなくてもっともっと、減額期間を延ばしてコンビニサービスの利用を増やしていくという必要があれば、場合によっては延長するということもあり得るかもしれません。このサービスコーナーを廃止することに伴ってその行政コストがどれぐらい軽減されるかってこう金額ベースといいますかランニングコストがどれぐらい減るみたいなことって言えますでしょうか。はい、詳細については後ほど担当からご説明させていただきますけど、8000万の減額だったと思います。ね、年間ですか。年間ですね。すべこの計画している15箇所 と、 将来、廃止する予定の6箇所を廃止した場合ってことですかね。じゃあ、第一段階と第二段階で当然金額が変わりますので、じゃあちょっとそこはいくら変わるか。はい、戸籍管理課長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。で、今お話にありました、削減額につきましては、今お話しした約8000万というものに関しましては、今回の15箇所を廃止した場合の人件費や施設の機器リース等ですね、そちらを含めた金額になります。で、また今回手数料、の試算ですかね、今度減収という形になるかと思いますけれども、こちらに関しましては年間、当初、令和7年度の試算では2000万円ほどの減収となる見込みとしております。以上です。ちょっと第1段階 のではまだ大体半分ぐらいですから、多分4000万円ぐらいの最初減額行政コストの削減なんじゃないかなと思いますが、詳細についてはまた後ほど。はい、ありがとうございます。はい、その他補正予算案で、はい、では朝日新聞さんお願いいたします。ごめんなさい、しつこいようですが、市民文化会館の件なんですけど、私のちょっと認識というかですね、結局そのわずか確か1月ぐらいに見積もりというか積算して、ダメだったと。だからわずか半年も経たない間に20数億、30億近い額が違っちゃうっていうのは、まずその担当部局の問題もあるし、
予算編成 部局がですねきちっとした査定をしているのかというですね問題もあるかなと。つまりその今回の問題はその本質的には市の予算編成に対する信用度というのが非常にこう低くなったという感じがするんですよね。そうするとじゃあこれから予算編成を進める上でどういうふうにこれ全体を見直していくのかなっていうふうに思うのと、税金を使って、事業を進めるという認識とか意識みたいなものがやっぱりちょっと低いのかなというふうにも思いました。でここの点については今後 どういうふうに対策されていくのかなというのを市長のお考えをお伺いしたいと。はい、まず元ですとこれ130億ぐらいでできると言ってたものが、物価高騰で170億ぐらいになるというのを1回積算をしたんですね。でこれはもうこんな金額は出せないので減額しないといけないというところで減額をして、それでもう使用を落とすとかやらなくていいところを削ってですね、そして123億まで落としたというのが実態です。だからその段階でコスト意識というのは非常にあってやったということになりますが、もともと今の現状を見ればもともと170億で市民文化会館の改修ができるといった時点で実際にはおそらく200億以上かかる状態のものを170億で見込んでいたんだと思います。でその170億から、その削ってですね使用を落として123億までやったということになりますが、ただその元々の積算が甘かったので、実際はこう150億かかってしまうというのが実態ということになります。ですからこの問題はその一番最初の時からずっと積算が甘いという状況ですね。でご指摘のようにやはりこの27億というのはとんでもない金額でですね、それが増えるというのはちょっとありえないわけですけども、普通であればこれはやめますこの事業ですね。ただ市民文化会館についてはこれはもうずっと改修が問題になっていて、でこれは市民文化活動の拠点ですので、これがないと本当に、市の文化活動回らないというような状況ですので、何としてもやらないといけないので、もう大変申し訳ないんですけども、この金額をかけても回収せざるを得ないと思っています。で新設をした方がいいんではないかということになりますけども、新設すると多分250億とかそれぐらいかかって、で休館期間もおそらく6年とか7年ぐらいかかってしまうという状況ですから、新設はありえなくてですね、この補修で対応するということですけども、本来はやめることも考えなかったわけではないですけども、市民文化会館というその必要性から考えて、大変申し訳ないけどこれでやらせていただきたいというものです。でそのご指摘のようにそこまでその金額がぶれるというのはその財政管理といいますか、これからそういう大型事業って たくさんあると思うんですね。さっきも海洋文化施設もありましたけど、そうすると本当にこの今の感じでいくとちゃんとした積算でもってちゃんとした予算編成をしてくれるんだろうかというですね、不信感みたいなものがどうしても出ちゃうんですけど、そこのところの洗い出し作業っていうかですね、もう一回きちんとできているのかっていう、体制新しく作るっていうことなんですけど、今動いているものも含めてきちんとした洗い出しをして、それでもう一回大丈夫なのかという、そういう作業っていうのはやらないんですか。今回積算は私自身も見ました。そしてなぜこれだけ金額が上がっているのかをも見ました。でこれはですね、チェックが効いてないというのが事実です。チェックが効いてない状態で、それでその細かく詰めを行わない、そのダブルチェックだとか、その
積算のプロの目で見るというチェックをしないでやっていたということが原因ですから、まあ、これから先そこの部分をしっかり見ていけば同じようなことは起きないと思います。ですから、まあ、ずっと先ほどもいろんなところでご指摘ありましたけども積算が甘い状況があったというのはそこの体制ができていなかったということだと思います。思いますじゃなくてできていなかったということを断定いたしましたので、まあ、そこをこれからは、まあ、原因が特定できたというのが事実ですので原因が特定したからにはそこを変えていけば、まあ、これからは信頼性のある積算ができるというふうに考えております。はい、その他補正予算案でいかがでしょうか。ご質問によろしい、はい、中日新聞さんお願いいたします。中日新聞の飯森です。違法盛り土の撤去費について伺います。これですね当局に経緯を伺うとそもそもこの日向地区の違法盛り土は2005年のに住民の通報によって1ヘクタール未満の森林伐採を伴う違法盛り土を確認してですね市が管轄する森林法に基づいて指導してますけども翌年是正を確認したものの熱海土石流を機に2021年に、16年後ですかねに再点検したところ、5.2 ヘクタールという森林が許可なく開発されていたという経緯を伺いましてですね今回予算に市も県と折半して行政代執行の費用を半額負担するということはこの森林法に基づく違法盛り土の違反というのを、長年見過ごしていた責任を認めているということでしょうか。はい、そうなります。これは森林法 の規制を逃れてやる場合によくやられる場合ですけども、1ヘクタール以下ですとこう伐採届で済むわけですね。ですから伐採で1ヘクタールを超えると開発行為ということになってしっかりとした書類を出してそしてその技術的な基準に適合しているかどうかも検討した上であるいはいろんな環境への影響周辺への影響も考慮した上で審査をして許可を出すということになるわけですが。この1ヘクタール以下ですとそれがないわけですね。それでそのこういうその違法な盛り土をする方というのはその1ヘクタール以下のところを利用して1ヘクタールをやってしばらくその置いておいてまた次の1ヘクタールをやってとで両方ともこれ伐採届でできますからでその知らないうちにこの1ヘクタールが3つ重なると3ヘクタールで本来はその3ヘクタール最初からやるんだったら開発行為でしっかりと審査がやられていないというところですね。でこれがですね やっぱり全体としてそこの認識が甘くてですねですから1ヘクタール以下で伐採届で行われていたとずっとそのさっきのような1ヘクタールまた1ヘクタール以下という繰り返しをされないかどうかのチェックをするということをやっていかないといけなかったわけですけども、それがやられていなかったというのが実態ですね。でしたがって森林法の実際にはその1ヘクタールを超えている盛り土で森林法に基づくその手続きをしっかりやっていただかないといけなかったものを見過ごしていたということでその面で行政責任はあるということですね。でもう一つ県も砂防法で同じその規制ができますので県も砂防法の規制を十分かけていなかったということですのでその両方の点で、双方どちらかがやっておればこれはそのこういう状態は防げたわけですよね。だからその双方ともやっていなかったということで、折半をして負担をすると。ただしこれは行政代執行ですからこれは違反者に対して後で請求をすることになりますが多くの場合は出してもらえないケースありますけど、とにかく代執行ですから基本は違反者に後で
求償とあのお金を請求するというのが基本になります。ありがとうございます。あの隣接するあの杉尾地区の違法盛り土について、今あの県が行政代執行をしてますけど、今後市がこちらの方に費用を出すという可能性はあるんでしょうか。そちらはありません。こちらの森林法の適用の面積が1ヘクタール以下になってますので、あの県が開発行為として、森林法の開発行為として許可を怠ったわけではない案件になりますので、こちらはあの市は責任がないということで、行政指導の観点からして、あの森林法の運用に関して責任はないということで、市は負担をいたしません。はい、あとですね、あの補正予算の概要を見ると、あの今回の日向地区の違法盛り土の全体事業費が、土砂量37万余りに立方メートル余りに対してですね、2億5800万円ということですけど、あの杉尾の12億円と比較してもかなり安いと思うんですけども、これはその杉尾のように土砂を、遠くまで搬出しないからということでしょうか。そうですね、あの場所によってこううまく造成をしていくと安定な状態が作れますので、まあ、それであの土砂の搬出量が減るということがあります。まあ、もう一つはあの有害物質が入っているかどうかというのも実際はまだ十分確認はできていませんので、有害物質の処理の問題がなあのまだ残ってはいるという状況ですけれども、まあ、ご指摘のようにあの全部搬出するわけではないので、金額的にはあの少ない金額で、あの工事ができるという状況です。ありがとうございました。はい、その他補正予算案で、静岡新聞さんお願いいたします。静岡新聞の小原です。あの同じくあの違法盛り土の関係なんですけども、これ事業費の確認なんですが、先ほど市長があの、市と県で 50% ずつ、まあ、折半するということ であの市の方では今債務負担行為も含めて2億5800万円計上されるんですけども、それと同額ぐらいのものを県がまた計上、改めて計上するというか、まあ、当初でやるか分かりませんけれども、そうですね、すでに計上してるんじゃないですかね。すでに県は計上してると思います。ということはこの今回その予定している行政代執行の事業費というのは5億円ぐらいだということですか。そういうことですね、この場合ということになります。はい、分かりました。はい、その他いかがでしょうか。はい、発表案件についてご質問その他ございますでしょうか。先にじゃ毎日新聞さんお願いいたします。はい、毎日新聞の丹野です。PFAS のこともいいってことですね。はい、はい、PFAS の、罹患率の比較調査の件なんですけれども、はい、はい、九州大学との連携っていうところがちょっとよくわからなかったんですけれども、このもともと市が持っているデータでは、市はデータ持ってるから、市が持ってるデータだけでも、比較ってできなかったのかなっていう疑問が一つ と、それと今回の比較っていうのは、この九州大学との九州大学の研究の中にすでに今回の比較をするっていうものがあったのか、それとも、市がそういう連携の研究があるところのデータをこう市として抜き出して見てみたらそういう比較ができたっていうことなのか、ちょっとまあ微妙に違うかなとも思うんで、そこを教えていただけたらと。もう一つ、美穂と市全体の比較で、むしろ低い、美穂がむしろ低かったっていうことなんですけど、これは優位な低さと言えるのか、誤差の範囲なのか、もし優位なに低いのなら、まあ、可能性としてですけど、何か理由として想像できることがあるのかということを教えていただけますか。はい、まず九州大学との関係はですね、これはデジタルヘルスとかデータヘルスとか言われてますけども、このデータを用いてですね、そのどういう行動を取ると健康度が上がっていくかということですね。まあ、よくあるのはその糖尿病の発症予防の時に、その今の状態ですと糖尿病の今の、その例えば
お酒を週に何回飲んで、タバコをこれだけを吸って、運動をこういうふうにしないような状態だと、あなたは何年後に糖尿病になる確率はこのくらいありますよっていうのはデータで基づいて分析をすれば出るわけですね。そのデータの分析っていうのは一人の個人に当てるんじゃなくて、ある大きなサンプルを取って、そのサンプルの人たちの行動を全部分析をしていくと、そういうその状態が分かるわけですね。まあ、これが非常に大事で、静岡市は今それをいろんな形でやっています。ですから、その健康、こういうそのデータを用いて、早期にその問題を発見をして、それをお伝えをして行動変容をしてもらって、その結果を出すということですね。これをやるためにその、やっていたというのが、まず九州大学との関係です。でそれができないのかというか、これすごい膨大なデータになります。で病院に、各病院にいた方々のデータで、これは KDB という国保へのデータベースというのは、この国保に加入している方の過去のこの診療報酬明細書、だからいつどういう理由でその病院にかかったのかっていうのがみんなわかるわけですね。そのデータを、全部集めて分析をしていくということですから、ものすごいデータ量の処理になります。でさらに言うと、その人が健康診断を受けていて、体重がどうで、例えばメタボ体質であったとか、そういうところまで含めて、この人はメタボ体質だから、いや、この集団ですね、この集団はメタボ体質なので糖尿病になる確率はこれだけですみたいなのを出すためにやってます。したがって市がやるような、市がやれるようなものではないと、分析できるようなものではないということですね。で例えば社会健康医学大学院大学というのは県立でありますけども、今そこと連携をして糖尿病なんかは同じような分析をやってるわけですけども、やはり大学という研究機関と市はデータを提供して、大学という研究機関と一緒になってやらないと、とても分析はできないという状況です。で何のためにやってきたかということですけども、ですからそれはがん以外の他の疾病もみんな入れた形でですね、例えば糖尿病もありますし、あるいはその肺の疾患だとか心臓疾患だとか、脳梗塞だとか、そういうことまで含めて、こういうその、行動をしていた生活習慣の人はどういう病気にかかりやすいかというのが一つで、もう一つは今回地区がありましたけど、どこどこ地区ごとでそういうのも出してみるということですね。よくありますのは塩分の摂取率の高い県はですね、脳梗塞の比率が高いとかっていうのが出てくるのがあると思いますが、あれと同じで今度は地区ごとによって生活習慣が変わってくる可能性がありますので、じゃあその地区ごとでの影響がそういう病気の発症率にどう影響しているのかっていうのを見る、山間部と海辺の地域で何か違うのがあるのかを見ると、そういうことを分析するためにやっています。ですからその全体の傾向を見るためにやっているので、この美保地区のこのがんの罹患率ということに着目してやっているわけではありません。でその膨大なデータの中からですね、これは、保健所長がですね、これ今やってるんだけど、これはひょっとすると美保 のこういうデータを使えるんじゃないかというのを気づいてですね、それで九州大学にお願いをして、その膨大なデータのこの部分だけを抜き出してきたというのが実態です。でまだまだ研究過程、研究途上ですから、全部を公表するというわけにはいかないわけですけども、やはりここは心配だというところで切り出してですね、急遽こう出してきたということになります。で有意な差があるかどうかということですけども、有意な差があるというのは、これ統計上の分析をしていかないと有意な差があるかどうかというのは厳密な意味では言えません。有意な差があるかどうかというのは統計の解析上のいろんなサンプル数だとかそれによって決まってきますので、科学的な正確性をもっては有意な差があるとは言えないと思い、有意な差があるかどうかというのはまだそれを言える状況にはありません。ただ感覚的に差があるのかどうかというと、やはり低いという状況がありますから、ある程度低いんだろうなと思いますが、ただ
ものすごく低いというわけではなくて、まあ、静岡市平均とほとんど変わらないなというぐらいで見ていただいた方がいいと思います。だから問題は高いとですね、何か影響があるんじゃないかというのはありますけど、まあ、むしろ低いという状態であればその PFAS の影響というのを心配することはないだろうというぐらいは見れるということで、まあ、今回あえて提供したということになります。はい、じゃあ、まあ、その差は感覚的なってことは低い理由っていうのは、まあ、特にこの段階で、理由を挙げるっていう段階ではないっていう、まだ分からないですね。はい、はいはい、最初の質問に関してもよく分かりました。ありがとうございます。はい、その他いかがでしょうか。 NHK さん、はい、お願いいたします。はい、 NHK 吉田です。念のための確認でして、ここ の、 小型活性炭等で数値が下がりましたって話があります。でその前は全然効果出ませんでしたとは言ってはいるんですけど、去年12月につけたのは100リットルぐらいしか確か、処理できない小さいマスみたいのつけて、でその後にこれが来たってことなんで、この50トンのところでその数値が10ナノグラム未満パーリットル未満になったっていうのは、その50トンについてということであって、全体は確か1万ぐらい通ってますから、そういうわけではないという理解でいいですか。そうですね、まだ実証段階で、これから本格的に、まあ、例えば活性炭ので浄化をしていくということをやるときに効果を確認をしないでですね、効果がないものを大量に投入しても、無意味になりますから、まずは小さいもので効果を確認をして、まあ、効果を確認ができたので、まあ、これから増やしていこうと、まあ、そういう計画になります。で、まあ、50トンではほとんど効かない状況、全体に対してはほとんど効果ありませんので、もっともっと処理量を増やしていかないといけない。ですからもう一つは流入の量が濃度が高すぎますから、まあ、そっちを排水管の補修等を行って濃度自体を下げていくことも必要だと思っています。なので活性炭を使ったものはまあ確かに有効であるということは分かって、その数値が今のところまだ50トン止まりだったりするので、それを解決するために中型大型のものをつけるというふうな形で実質的に稼働させていくというふうなことと、それから例の7月から実証実験あるもう一つ の、 そのハイブリッドというか組み合わせてやるというふうな理解でよろしいですか。そうですね、はい、はい、分かりました。はい、その他発表案件についてのご質問、はい、中日新聞さんお願いいたします。何度もすいません、中日新聞の井森です。 PFAS についてなんですけど、先ほど市長がですね、発表の際に個人の影響を工場で働いていた元従業員の方など評価するものではないということですけど、さらに踏み込んだ健康被害の、まあ、検証というかについてやる予定はありますでしょうか、市が市として。はい、まあ、これでですね、今回の結果でもしもここの全体としてのがんの罹患率が高いということであれば、我々としても危機感を持ってもっとやっていかないといけないと思ってますが、平均的に見るとそこは問題ないということが分かりましたので、これ以上その全体として健康の問題についてですね、踏み込んでいく必要はないというふうに考えています。でその一方でやはり工場の中で働いていた方々でですね、については接するといいますか、濃度が違う状態とか、その頻度であるとか、それからその影響の受ける度合いが全然違うと思いますから、それはやはりその、三井ケマーズの工場のとしてですね、おやりになる、まあ、すでにやられていると聞いておりますけども、まあ、そちらが大事なんではないかなと思います。そもそも市がこういう調査結果を発表した、まあ、理由を伺いたいんですけど、国としては健康被害は確認できてないという立場で、市としても、まあ、そういう同じ立場なのかと思っていましたけど、先ほど、まあ、安心材料につながるという発言もありましたけど、まあ、住民に安心してほしかったからという理由でしょうか。そうですね、やはり漠然とした不安はあると、漠然としたとかではなくて、実際にもっと深刻に不安に感じておられる方も、まあ、直接そういう方からお話を伺ったわけではないですけど、まあ、想像するとそういう方、まあ、口には出さないんだけど、ものすごく不安に思っておられる方があるんではないかなと思います。分からないというのが一番こう不安を感じてしまいますので、
まあ、そういう意味ではそこについて何らかの材料を提供するというのが大事だと思っています。でそれについてやはり科学的な根拠を持った材料を提供するというのが大事ですので、まあ、それについて保健所長がいろいろ考えてくれて、まあ、こういうものが使えるんじゃないかということで提案してくれたということになります。ポンプ場の対策の方なんですけども、これまあ、ちょっと工場側に聞くべき質問かもしれないんですが、最初の今実験をしている小型活性炭等は工場の敷地内から移設していると思うんですけど、その後その工場内には代替活性炭等みたいなのができたんでしょうか。できてないんじゃないかなと思いますね。他のもので何か使ってるかもしれないですね。ちょっとそこは詳しく聞いてないですね。あと この三井ケマーズさんのが計画を提示してきて、今市長が発表されてますけど、まあ、そもそも三井さんが自ら発表すべき案件なのかなと、このこっちの、ポンプ場の PFAS 対策については、まあ、長年というか長いこと市長が、まあ、代弁者というか代わりに毎回発表されてますけど、このこと自体はどうお考えでしょうか。代弁してるわけではなくて、三保の薄いポンプ場ですね、これは市が持ってる施設で、そこから公共水域に排出しているということですから、じゃあその誰がその排出について責任を持っているのかというと、静岡市が持っているわけですね。だから静岡市として対策を取っていかないといけないんですね。でただし静岡市としては対策を取りようがないし、その費用負担をするというのもちょっと理解、まあ社会的な合意は得られないと思いますから、でそれについては、MCF に対してですね、しっかりやってほしいということを言って、じゃ あ, まあこういうことでやりますと言って出してこられたので、まあ、それを発表していますが、これは あくまで三井ケマーズの対策ではなくてポンプ場の対策ですので、ポンプ場のから出てくる PFAS 濃度を下げるための対策ですので、まあ、市が発表しているということになります。で、まあ、ご指摘のとおり本当はですよ、 MCF も何らかの形で発表するべきだと私は思いますが、まあ、会社としてはそういうことをおやりにならないという状況ですので、まあ、それは会社のお考えですので、まあ、それについてはいいとは思いませんけれども、まあ、そういう面で私が代弁してやってるわけではなくて、あくまで、自分ごとでありますから、ポンプ場の排水という自分ごとですから、自分ごととして発表をしているという状況です。はい、その他発表案件についてのご質問、はい、静岡新聞さんお願いいたします。静岡新聞の坂本ですが、同じ PFAS のことで3点ほど、ちょっと今途中で出てしまったのですいません。三保地区 の疾病罹患率にかかる調査結果に関してのことなんですけど、もしかしたら今おっしゃったかもしれませんが、その調査対象になったのは何人ぐらいだったのかというのはお分かりになりますでしょうか。データはまだ細かく受け取っていませんので、調べれば出ますが、発表できるかどうかはちょっと分からないですね。でただしこれ病院の病院にかかった人を対象にしてますから、まあ、かなりの人数ですね。それでそこのデータをこうサンプルじゃなくて、みんな取ってるはずですので、サンプル数としては非常に多いと思います。国保とか後期高齢医療制度ですから、まあ、静岡市内で数千人、数万人程度というふうに考えていけばいいということでしょうか。そうですね、まあ、KDB だけ、国保連だけでいうと、10万人、12、3万人じゃないでしょうかね、静岡市は。ちょっと正確なデータは持ってませんが、多分10万人以上。データの優位性はあるということですね。国保にのデータベースに入っているのは、多分静岡市は10万人くらいはあると思いますが。ただしその中で病院にかかった人ですからね、もう一回そこでサンプルがちょっと減ります。ですから具体的にどのくらい人数かというのはちょっと確認をし、そして、まあ、
研究段階ですので、そこまで発表できるかどうかは分かりませんが、ご質問については、ちょっと紹介をしてみたいと思います。あと2点ですけども、先日の三者連絡会で住民側からその土壌調査に関して要望する声があったと思うんですけど、これ、会社へなのか市なのか、ちょっと判然としないんですけども、これに関してなんか市としてやるのか、もしくは会社にこう申し入れるとか、そういったお考えというのは。土壌調査に関する市長のこのまだそこは決めていないですね。土壌調査が必要なのかどうかということもありますので、その有効性ですよね。なぜ土壌調査をしないといけないのか、その土壌調査の結果をどう評価するのかというのもわからないわけですよね。だからそれについてどうしたらいいかというのはまだ考えていません。同じく例えば血中濃度も同じなんですけども、PFAS の血中濃度を調べて仮に出たとしても、その評価できないんですよね。それでもってじゃあそのがんの罹患率が上がるのかどうかっていうのは分からないので、分からないものをそうやって調べてもあまり意味がないんではないかなと。調べた結果が有効性がないものを調べても、単に不安を煽るだけになったりする可能性もありますので、やはり今回のように全体としてがんの罹患率が上がってなければ大丈夫ですよということは分かりますので、ですからそういう方がむしろ安心ではないかなと思います。最後なんですけども、清水港で魚市場ありますけども、そこで一般の方にもその清水港内美保沖で取れた魚が売られていたりしますけども、現状で市長の耳に例えば PFAS に関係したこう現状のですね、魚類食べる魚類のですね調査を県とかですね他の研究機関とか民間企業が知って、その数値っていうのは入ってますでしょうか。入ってないですね。はい、それはなんかこう、調査したという話も気になってらっしゃらないというか。私は聞いてないですね。ありました、ありがとうございました。はい、発表案件についてその他いかがでしょうか。でちょっとここでサービスコーナーについて補足のちょっと説明をさせていただきたいと思います。すいません、先ほどのサービスコーナーの年間削減額についてなんですが、令和7年度、1年間で約8000万円の削減というお話をさせていただいたんですが、第2段階の、3年後のですね、6カ所の廃止 に際しての数字の方をお伝えできていなかったものですから、約1億600万円という数字の一応削減額を見込んでおります。以上です。はい、それではですね、今日は幹事社質問はないということでお聞きをしておりますが、その他のご質問、発表案件以外にご質問があればお受けをしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、SBS さんお願いいたします。 SBS テレビの坂口です。よろしくお願いします。リニアに関する質問になるんですけれども、鈴木知事が今日の夕方に JR 東海の丹羽社長と面会予定となっていまして、昨日には国交省の斉藤大臣とも面会をしていました。就任早々かなりこう積極的に動いている印象があるんですけれども、そこに対する難波市の受け止めといいますか、どう見ていらっしゃるのかというのを一点伺いたいのと、今日の夕方の知事と丹羽社長とのトップ会談についてこう、期待したいことというのを伺えたらと思います。はい、就任されてですね、早速いろんなことで活動されているのは、さすが鈴木康友知事だなと思います。行動力がある方ですから、動きが早いなと思っております。そしていろんなかつてから人的ネットワークもありますから、そういうところもあってですね、いろんな方とお会いできるんではないかなと思いますので、そうやってやはり対面で意見交換するというのは非常に大事ですので、非常に頼もしいなと思っているところです。でもう一つ、JR 東海の社長さんとの関係についても、やはりこれは対面で直接話をするというのが極めて大事ですので、一回話をして何か決まるということはないと思いますが、方向性をしっかり確認をするということはですね、非常に大事ですし、そして信頼関係を作っていくというところですね、それも非常に大事ですから、
お会いになるというのは非常に良いことではないかなと思います。ありがとうございます。こう鈴木知事のこう、まあ、スタンスというか、まあ、話し方によってこう、まあ、今後のこう静岡市としての対応もいろいろ変わってくるのかなとは思うんですけれども、まあ、こうなってほしいなというかそういったこう、まあ、期待みたいなところはあるでしょうか。静岡市は静岡市としてもやるということですので、まあ、川勝知事の時もそうでしたが、その県の対応にあまり影響されずに、まあ、特に我々は科学的根拠に基づいてしっかりと説明をしていく、そして中身を進めていくということを重視していましたので、県がですねこれからどういう方向で動かれるか分かりませんけども、静岡市は静岡市として記述をしてまとめていくのが大事だなと思っています。でその上で静岡市としてはこう考えるんだけどって言った時に県が全然違う話が出てくると、これはまたそこで相当な時間なり労力を要することになりますから、そういった点ではですね意見交換はしっかり、まあ知事とも意見交換をできればさせていただきたいと思いますし、あるいはもっと事務的な意見交換もしっかりした上でですね、静岡市が勝手に出して県はそれとは全然違う見解だというようなことにならないようにしていかないといけないなと思っています。ありがとうございます。はい、その他いかがでしょうか。テレビ静岡さんお願いいたします。テレビ静岡です。お願いします。今知事とも意見交換をしたいということを今おっしゃいましたけれども、そのタイミングとしては、まあ、できるだけ早くだったり、なんかこうこの辺りではまでにはやりたいというような時期っていうのはありますか。まあ、もう少し先でもいいんじゃないかなと思います。今知事の中で協議会の中で詰めを行ってますので、まあ、それでかなり方向性が見えてきた段階で、まあ、知事としてはこんなふうに考えてるんですけどいかがでしょうかのような形でお話しするのがいいんじゃないかなと思います。まあ、いろんな形で今鈴木知事のお考えが社会にこう示されてますけど、それをお聞きする限りは静岡市と、その方向性が違うというような状況じゃないと思いますので、急いですぐに対面でやるということではなくて、非常にいいタイミングを見てやるというのが大事かなと思ってます。はい、その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、静岡朝日テレビさんお願いいたします。はい、静岡朝日テレビの片山と申します。県知事が誕生されましたが、県政との向き合い方、難波市長どうお考えでしょうか。今後の向き合い方。向き合い方はですね、やっぱり県との連携というのはすごく大事になっていきます。もういろんな問題もですね、やっぱり県と一緒にやるのが私は非常に大事だと思っています。例えば防災の問題ですね、まあ、巴川はこれは県管理の河川ですから、巴川の防災をどうしていくかというのはこれはもう県と密接に連携をする必要がありますし、例えば清水港でいうとこれは港湾会社は静岡県ですが、清水港の港町づくりという点では市が一生懸命やってますので、まあ、清水港を生かした町づくり、それが清水港というのは県内で最も大きな港ですから、それは清水港の発展というのは静岡県全体にも非常に大きな効果があるので、まあ、そういった問題で清水港をどうしているのかということですね。それから鈴木知事がずっとおやりになって、まあ、浜松市長時代でおやりになっていたスタートアップの関係ですけれども、まあ、これについても当選後お会いした時でもスタートアップの話をして、まあ、一緒にやりましょうというようなことでありますけれども、これも県と市がバラバラにやる話ではないので、一緒にやっていくということが大事だと思っています。でやはりその市の発展というのが県にもいい影響を与えるし、県の、まあ、発展というよりも県のいい行政というのは市の行政にも影響しますから、お互いにこう連携をしてですね、いい行政、いい、関係の上で行政を進めていくのが一番大事かなと思います。連携が取れてないと、その連携が取れてなかったり、ちょっとこう
妙なところでぶつかったりしてると、それにその時間を取られて、せっかくやるべきことができなくなりますので、まあ、そういう何かぶつかるというようなことがないような形でですね、いい良好な関係で連携が取れていくのが、まあ、これは市政にとっても市民、市行政にとっても大事ですし、まあ、市民にとっても大事なことだと思っています。はい、その他よろしいですか。はい、中日新聞さんお願いいたします。中日新聞の飯森です。15周年を迎えた静岡空港について伺うんですけども、先日鈴木知事がですね、式典の後の報道陣の取材に、空港新駅について東海道新幹線のリニア開通に合わせた新駅の設置を交渉していきたいとおっしゃいましたけど、難波市長はこの空港新駅についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。はい、新駅についてはですね、これはまだ具体的な動きではないと思いますので、まあ、方針が決定したではないんではないかと思いますので、まあ、あまりコメントをしないで、県がどういうお考えかということをしっかりお伺いをした上でですね、進めるべきだと思います。それで、まあ、普通に考えると相当な費用がかかるわけで、まあ、それを誰が負担するかという問題もありますので、まあ、なかなか簡単には決まらないと思いますので、まあ、議論をするというのは非常に大事だと思いますので、議論といいますか意見交換をするというのは大事だと思いますから、まあ、まずは意見交換をするのが大事かなと思います。まあ、ちなみに自分が県の副知事をしていたときに空港新駅試算をしましたけど、まあ、当時の金額で450億から500億かかってましたから、まあ、今だと700億円ぐらいはかかるプロジェクトではないかなと思いますので、まあ、そういったその金額を含めた費用対効果も考えながらどうするのかというのを、まあ、まずは県でお考えなのが大事だと思います。まあ、静岡市としてはそれに直接関わっていくのではなくて、まあ、まずは県の考えを見ていくということが大事だと思います。市長、以前の議会で南アルプス駅についてちょっとありえないんじゃないかというような答弁もありましたけども、南アルプス駅よりはこちらの空港新駅の方がいいなという思いはありますか。南アルプス駅はないですよね。あそこは人行けませんので、どうやって駅を作ってどうやって人が出ていくのかっていうところですよね。それで一体何人が降りるんでしょうっていうと、リニアは極端に言うとあれは1分早く走るかためにどれくらい その経済効果コストがかかって、それに対して便益が社会的な利益が生まれるかっていうのがすごく大事な事業だと思うんですね。だからスピードを出すというのはそういうことだと思うんです。だからわざわざ南アルプス新駅に泊まってですね、それでその経済的利益が出るとは、それに上回る経済的利益が出るとは思いませんので、泊まることによって時間を失うので、それで大きな経済的損失が出て、泊まることによって人が降りるので経済的利益が生まれますけど、その両方を比べたらもう全然比較にも、もう桁が1000桁以上違うんじゃないかと思いますので、まあ、これはありえないなと思ってますが、もしやっていただけるんだったら、どっちが大事かというと、そちらへのアクセスですよね、いろんな面で。今、三つ目に落合線をやっていただいてますけども、環状線の部分も非常にネックになってますから、環状線というのも非常に大事ですので、南アルプス新駅よりも、環状線の方は私は、いや、三峰落合線が大事で、でさらに三峰落合線と同時に環状線の整備っていうのも大事だなと思っています。はい、その他よろしいでしょうか。はい、では本日の記者会見はここまでとさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。